はい、こんにちは。今回はですね、こちら夕暮れ時廃校にてっていうゲームを遊んでいくんですけども、ノスタルジーなね気分も味わえるってことなんで、まあ早速初めからでやっていきましょう。夕暮れ時廃校にて、わーホラーっぽい。寝てるのか？めちゃめちゃ廃校だけどな。こんなところで何してるんだろう、この子。ここは学校は、なんかこのウィンドウとフォント好き。この、なんつうんだろう。ちょっと前のプレイステーションみたいなさ。そうだ。私はこの学校の生徒だ。ここの？なんかもうめちゃめちゃ荒れてるけど、目の前の机の上に手書きのメモ用紙が残されている。探索ゲームを考えたよ。校舎内を探索してアイテムを見つけて、ところどころにある謎を解いて、屋上までたどり着いたら佐藤さんの勝ち。佐藤さんって言うんだ。早速だけど、この教室にも鍵が隠されているよ。探してね。わかりました。ってことは今、軟禁されてるの？もしかしてこれ。まあ、とりあえず、そうだね。大丈夫です。これ一応見てきたんで。特に、この辺は何もないか。埃が積もってる。なんか使われてない感じはするけどさ。机とかも一応こう調べた方がいいのかな？それとも、これね。光ってると、あ？なんか今ぎ、あ、ここきしむ。あ、そうだね。校舎古いとね、きしむもんな。あ、すげえ。ちゃんとガラスの音も聞こえる。あ、いいな。なんかめちゃめちゃ興奮する、そういうの。ここは？キラリと光るものを見つけた。図書室の鍵。ああ、じゃあ、教室に軟禁されてるとかではねえんだ。あ、出れるね。お、佐藤ゆりさん。平成2年7月29日生まれ。日野原西中学校。でも平成生まれだった。たら、とりあえずセーブしよっか。あれじゃない？図書室の鍵か。なんかそのね、廃校になってるの、どうなんだ？2年生へ向けたお知らせの紙が乱雑に貼られている。期末テストの範囲。いや、なんかてっきりさ、俺はこの子が、こう、廃校にいる幽霊か何かな、何かかなって思ったんだけど、平成2年生まれの子が通う学校って、廃校にはならないから、旧校舎とかなんかな。謎の五線譜。オン、オフ、何もしない。何これ、ドレミ？もしかして、俺、おたまじゃくし読めねえけど大丈夫かな。丸がオン。この黒丸がオフ、何もしない。はいはいはい。あ、とりあえず、これは音楽室で使うんじゃない？掲示物。二の二の誇り、全国ジュニアピアノコンクール受賞。11月に行われました全国ジュニアピアノコンクール中学部門にて、2年2組の周防風花さんが見事金賞を勝ち取りました。すごい。クラスメイトによるお祝いのメッセージが寄せ書きされている。スオフーカさん。覚えておいた方がいいのかな、そういうのも。あ、ここは鍵がかかってるのか。体験学習の新聞。これはあれか、1マスごとに変わるとかじゃなくて、もう全体を調べてる感じでいいんだよな。掃除用具。ユリの花？ユリの花。なんでユリの花？
ユリの花の花言葉ってなんだっけ？首落ちるとかだっけ？気づけばもう年の瀬、今年やりたいことはもう終えましたか？風邪に気をつけて健やかに過ごしましょう。期末テスト、クリスマス会、クリスマス会やるんだ。あ、でも俺多分ぼっちだから呼ばれない。あんま悲しくなるからな、そういうの話すと。クリスマス会なんかしたことないな、俺。テレビ、アニメとかではよくクリスマスパーティーしようぜとかって見たりするけど、あれフィクションの話でしょ。現実でクリスマスパーティーとかねえもんな。男子かわやには入りたくない。なぜか開かない。役に立ったのだろうか。ん？図書委員によるおすすめ。お、図書室が。おー、パソコンとかいろいろあるな。とりあえず調べてみるか、いろいろ。これは違うのか、このゴミは。これは古典書。こっちはコンピューター室のパソコンを起動するには電気制御室の機械を動かさなければならない。おー、なるほどね。筆記用具。でもまだ俺コンピューター室っつうのに行ったことねえからな。あ、ユリが落ちてる。このユリの花は集めた方がいいのかな。今日は12月4日。返却日は12月、ほにゃららです。メモ。返却日の日付が抜けているよ。正しい数字のプレートを当てはめてね。そんなのわからん。でも日付のプレートを探す必要があるのか。うんうん。特にパソコンは何もない。2週間です。忘れずに返却しましょう。2週間。2週間ってことは、12月4日だから、14を足せばいいの？ 28?28 でも、学校をやってないとかじゃない？あ、電気制御室に行かねえとダメだもんな。A, B, C, D, E。何これ？わからん。わかんねえな。今のわかんねえな。これは違うのか。特に、あれだね。まだ電気制御室に行かないとダメだからな。二進数一覧表。二進数で数えろってこと？授業外のコンピュータ利用。調べ物学習でインターネットを使った情報検索を要する生徒。検定資格の取得を目指す生徒に限り、昼休みまたは放課後のコンピュータ利用を許可しております。詳しくは、かので。何もない。昼休みにゲーム実況とかしたらダメなんだ。フリーゲーム。フリーゲームダウンロードしてさ。こっちは？こっち行き止まりか？あ、言えるのか。来ちゃったら調べるか。できれば、1階から調べたかったけど。とりあえず奥から調べよう。役に立った。理科室。元素周期表？水平リーベイってやつ？あんなのも覚えてないよ、俺。ここは美術室かな？あ、やべえ、出ちゃった。石膏像。これか。水彩絵の具を見つけて、横にある画用紙を練りつぶしてね、面白いことが起こる。おかしいことではないな。絵の具が置いてない。油絵の具じゃないもんな。水性絵の具って言ってたもんな。水性絵の具って、なんか、油絵の具を水で溶かしたりしたら作れねえ。多分作れねえだろうな。水は出ない。そういうんじゃないもんな。油絵の具を水で溶かしたのを水性絵の具とかって言うんではないと思うしな。3の1。で、3の2か。進学校希望者向け特別授業のお知らせ。はいはい。まあ3年、まあ中学だったらそんなもんなんかな。3年生ってちょっと遅いかなって思うけど。図書室用。あ、出た。日付プレート。あ、で、そう、28?2 週間後だから、7の14を足すじゃん。で、4日だったけど、28って学校やってないとかでさ、
ちょっとこう前倒しになってるとかじゃないの。違うのかな。それは深読みしすぎかな。単純に本当に28でいいのかな。さすがに深読みしすぎか。ジョーク。黒板とかも調べる必要ないのかな。で、男子トイレは入りたくない。お、入れる。1、なんか、血痕？汚れたバケツ。絵の具だよね、きっと。カピカピになってる。あー、なんかこれさ、あれじゃない？トイレットペーパーの、なんか数とか。2じゃん。1、2、1、1じゃん。これをなんか、上、下、上、下とかじゃない？違うかな？まあ、これ覚えとこう。なんか、数字に入れそう。おお、あかねえな。こっちは？須尾風花さん。ああ、ピアノコンクール。そうだね、2年2組の。ピアニストになって世界中に音楽を届けること、すごいな。心待ちにしております。叶ったのかな、その夢は。内側から封鎖されてる。次の職か。なんか、そろそろ。一桁一桁にアルファベットが彫られたダイヤル式の鍵。ヒントがない。そうだね。今全然わかんねえもんな。あれ、まだ上あるの？あ、これ屋上か？あっぽいな。鏡の裏側へおいで。無茶言わないでください。あ、え？あ、ネジを外して、鏡の裏側っつうのは、鏡の裏に何か、部屋があるのか？なんで？いろいろと不思議な学校ではあるな。元気に挨拶、笑顔の輪を広げよう。なんか、火の元には十分注意しましょうの文字がさ、ぐにゃーってなってるじゃん。で、消火器とかに役に立ったのかってこの子言ってたからさ、火事にあったんじゃない？この学校。それで廃校になったとか？違うかな？体温計？水銀。何か水銀を使ってとかってあるのかな？骨格標本。ユリか。アイリング。ワセリン。消毒液。やべ、この辺のなんか、化学のさ、薬品を使って何か作れますみたいな。そういうの俺あんま知らねえけど。そういうのが謎解きにあった場合は、ちょっと苦労しそうだな。保健員に伝えください。カウンセリング。歯磨きのポスター。あ、歯を磨こうってやつか。あ、校長室入れるんだ。なんか校長室ってこういうホラーゲームは重要なアイテムがあるから入れないみたいなイメージあるけど。特に何もないのか？教育論。マッチ！なんでマッチ？これは？新校舎設立起工式のご案内。ああ、やっぱり新校舎ができて、こっちは旧校舎なんだ。多分ね。裏の花瓶。ユリの花を7本探してドラゴンボールかよ。今3本だっけ？ 4 本持ってんのか。ほら、これは役に立ったのだろうかって言ってるから、なんか火事とかじゃないかな？違うのかな？で、こう、カウンセリングとかさ、あったり、この、須尾風花さんが、金賞を取りましたとかっていう、ね、なんか、記事があったりさ、出れないの？あ、なんだ？出たくない、出たくないって言ったのか。とかあったりさ、なんかこう、須尾風花さんか、もしくは、須尾風花さんの、せいってでも、せいでもないかもしれないけど、まあ、せいで、こう、コンクール入賞できなかった生徒が精神を病んで放ったとか、そういう考察を今、しながら探索しております。特にでも何もねえな、ここ。トイレは、こっちか。R!1R!
1、2。あ、やっぱでもトイレットペーパーの数が、うん、違う気がする。水は出なかった。血がついてねえか、ここ。R。R ってなんだろう。1がこの辺にあったからさ、なんとか1、R、なんとかみたいな感じかな。1じゃないんか、I か I。あれ、I じゃない？アルファベットがって言ってたから、I、R、なんとかじゃない？わ、名探偵、冴えてんな。冴えてんな、今日。いいね。ドアに張り紙？必ず明かりを持って入ること。マッチじゃダメ。あの、ろうそくとかを探せって感じかな。職員室。これは特に何もなし。新型の電話？なんで新型の電話が、ここにあるんだ？この廃校、あ、電気制御室の鍵。廃校に。これ？未返却のテスト用紙だ。指名欄には可愛い字で巣を吹かと書いてある。あー、なるほど。捨てられた書類は基盤でいる。屋上前の壁に取り付けた全身鏡は取れかかっているとの報告を受けた。用務員にネジを締め直してもらわねば、用務員室に行こうって感じかな、その、ネジを、ネジじゃねえ、ドライバーを探しにさ。あゆりだ。ファイル分けされた書類。いろいろと探索してるけど、特にまだ謎らしい謎は解いてないからな。こんなもんかな？そうだね、こんなもんか。じゃあ、電気制御室にまず行くか。ここだったよな。あー、なるほどね。はいはいはい。A, B, C, D, E。ちょっと帰ろう。なんでこんなややこしいことするんだよ。待てよ、どこだっけな。ここじゃないな。パソコン室にさ、あった。あれ、パソコン室どこ行った？この奥か。いや、この奥美術室だっけ？そうだね、一個下か？パソコン室になんか、A, B, C, D とかなんかあったような。気がするんだけど。あれ？パソコン室？どこ行った？あれ？え、一階だっけ？パソコン室って。あれ？あ、どこ行った？あ、たたたたたたた。このメモだったかな？ A, B, C, D, E。上、下、上、下、上。A, B, C, D, E。それに、これじゃない？いや、違うな。これは五線譜じゃないな。あ、わかったぞ。上、下、上、下、上。これは、つまり、スイッチを、上げ下げするんだ。だから、A, B, C, D, E で、上、下、上、下、上だったから、上げる、下げる、C, 上げる、E, 上げる。あ、ほら。ね。天才じゃない？セーブしとこう。いいね、順調だよ。これぐらいの、なんか、ひねれば解ける謎解き好きよ。解けるから。ひねっても解けねえやつはね、ちょっとね、頭めっちゃ使うからね、苦手なのよ。これも入れとくか。2週間ね。2、8？ あ、違う？4日から数えて2週間ってこと？だから5を6で1個ずれるのか？ 2月29日。あ、違う？やっぱり、あれか？ん？俺2週間って14日だよね。1週間が7日だからかける2だもんね。あれかな？やっぱこう、学校が終わる、冬休み入るから、24までとか？違うのか？本の貸し出し期間は2週間。2週間。12月4日。で、2週間後。
あ、18だ。あ、やべえ。あ、やべえ。俺、てっきり、24っていうクリスマスの話してたから、28だかと思ってた。18だ。俺、クソバカだった。クソバカだったな、今の。まあ、見なかったことにしよう。何？イッチのうちの教室の鍵か。やべえ、恥ずかしい。今、顔真っ赤っかになってるもん。なんで、俺、14足したら、にゃあ。思い込みって怖いよね。ね。俺ね、24日のクリスマスの会の話してたからさ、てっきりこう、ね、28日かと思ってたのよ、14出したら。そんなことねえじゃん。な、18だよな。バカなのかな？バカなんだろうな、きっと。クソバカなんだろうな、きっとな。うん。何を調べればいいんだ、コンピューター室。あ、着いた。あー、これは五線譜じゃない？何もしない。まず、1個目が、オン、オフ、オン、オフ、オン、オン。オン、オフ、オン、オフ、オン、オンだ。で、オフ、オン、オン、オフ、オフ、オン。オフ、オン、オン、オフ、オフ、オン。オフ、オン、オン、オフ、オフ、オン。はい。どこかの扉が開く音？何それ？どこかの扉？遠くって言ってたの？図書室は、便所かな？違うか。まあいいや、イッチの、イッチだね。よし、行こう。おー、なんか、迷路、追いかけられそう。ないかな？さすがに。ここまで来て、追いかけっことかなかったから、ないと思いたいんだが、追いかけられたりしないよな。休息の時間に流したい曲をリクエストしよう。カセットテープの持参も OK。カセットテープ。平成2年生まれの子がさ、カセットテープなんか？わかんない。CD とかじゃないんかな？まあまあいいや。わかんねえもん、俺その辺。ランタン！あ、お！え？あ、出れますよ、みたいな？あざっす。ランタンがあるから、マッチと、アルコールもいるのか。じゃあ、どっか開いたっていう部屋を探しに行く。どこが閉まってたっけ？なぜか開かないって言ってたのは上だっけ？ここの、こことかかな？あ、ここあれか。ヒントがないか。音楽室は鍵がかかってる。3学年は3、3じゃない？1も2も入れた。理科室は？ん？理科室って入ったっけ？入ってないよね。ユリの花あるもんね。あの人体模型がさ、あれ？あの、人骨じゃなかったっけって思ってアルコールゲットしたやん。マッチで火をつける。よーし。その人体模型がさ、あれ？あの、骨格標本じゃなかったっけって思ったけど、理科室入ってないもんね。そう。骨格標本が、人体模型に変わってるっていうホラーかと思ったけど、俺この部屋そもそも入ってねえもんな。飛ばすし。の用心。なんかやっぱり、火事とか、起こってそう。こっちは水性の具か。じゃあ、暗くて行けなかった部屋に行くか。一番下だもんね。なんか落ち着くな、この BGM。この、なんだろう、哀愁漂うっていうのかな、こういう落ち着く BGM があるから、ホラー展開が来ても怖くないと思いたい。あ、暗いな。
何かあるか？急にバーンはやめてな。急にバーンは、これビデオテープ。ビデオテープをどっかで視聴するって言うんではないのか。あ、暗いな。これは静かにしましょう。オッケー、ぐるっと、ぐるっと回ってきましたね。真ん中は？プロジェクター。見出し確認してみた？ん？タイトルは、フオスオフーカ。音楽室にて2004年5月13日。2004年5月13日か。結構前だな。私はビデオテープを再び挿入し、プロジェクターの電源ボタンを押した。流れるのか？映像が再生される。映し出されたのは楽しそうにピアノを奏でる彼女の姿だった。記憶の中からある情景が浮かんだ。なんかピアノ上手だね、ほんと。そう、木曜日の放課後、吹奏楽部の活動が唯一お休みの日。あなたは毎週音楽室でピアノを弾きに来ていた。私は調理部で作ったお菓子を分けに来た。なんて理由をつけて、あなたの隣を独占した。あ、なにこれ？あらってやつ？あなたの奏でる音楽が、滑らかな指使いが好きだったから。あら。だけど私が調理部の次期部長に選ばれてからは、格段と忙しくなって、会いに行く時間がなくなってしまったんだ。あら。それはなんか寂しいね。あれ、明るくなってるよ。気づけば窓から夕日が差し、ランタンが不要なほど室内が明るくなっていた。よく見たらプロジェクターの下に鍵がある。鍵。3の1。3の1か。行くか。セーブしよう。あ、ここか。用務員室に、ドライバーがあるんだけど、用務員室なんて、ないんだよな。とりあえず、じゃあ3の1に行ってみるか。もう次、ここ以外、行くとこないもんな。ダイヤル錠、パスワードを見つける必要がある。あれ、もしかしてこれ俺パスワードを見つけてないから探してきてねパターンか？いや、なんかあるだろう。なんかあってくれ。ユリの花しかないのかな。あ、でも、7本揃ったんじゃね？ほら。7本揃った。ん？すべて赤色。あー。じゃあトイレにあったのは、血痕とかじゃなくて、スプレー缶なんか。サンプルとかも特に何もないもんね。じゃあ、よりの花を刺しに行きましょう。お、お、あ、なんだ？ん？あ、俺なんか、下、あ、違う。このね、なんかボタン上押して、上押し続けたからこうなったのね。なるほどね。びっくりしたよ。じゃあ、はい。花瓶に刺したよ。詰めた百合の花を花瓶に刺した。そばにあった書き置きの文字が消え、代わりに別の文章が浮かび上がってきた。どういう仕掛け？骨格模型を調べてみて。骨格模型っていうのは、あれだよね。保健室の、これだよね、多分。何かが握られている。プレパラート？あー、なるほどね。顕微鏡にセットして観察を行う。あれね。で、中に何か入ってると。で、それを、理科室の顕微鏡で覗きましょうと。理科室ってどこだっけ？
図書室。上のこっちだったかな。で、あった。これこれね。先ほど手に入れたプレパラートを顕微鏡にセットし、接眼レンズから覗いてみた。何が見える？数字がくっきりと見える。0328。0328。数字ってことは、これか？ 0328。0328。開いた。あ、出た、水彩絵の具だ。で、水彩絵の具をこっちで使うと。あ、いいじゃん。順調に全部の謎が解けていってるよ。あれ、でも調理部って言ってたけど、家庭科室はあったのかな？まだ入れないのか。あ？なんだ？なんか書いてるな。書いてるんだ。真っ赤に塗った画用紙から白い文字が浮かび上がってきた。1年2組ロッカーの扉を背に、左手に7、右手に3。左に7、右手に3。1の2のロッカーを背にして、左に7、右に3。左に7、1の2ね、1の2、1の2、オッケーオッケー。1の2、左に7、右に3。1の2の、ロッカーを、ロッカーつんはこれでいいのか？ロッカーつんは？あれ？どこだ、ロッカーは？ロッカーっていうのは、ここ1の2だよね。あ？じゃあここ2の2か。1の2だよね。1の2の、ここ1の2だよね、多分。夕食当番。あ、1の2だね。ロッカーを背に、左に7、右に3。ロッカーっていうのはこれ？これか。お、背にっていうのは？こういうこと？そういうことじゃないよな。こうか？いや、でも左っつも。ロッカーを背に、左に7、1、2、3、4、5、6、7、1、2、3。絶対違うもんね。あ、やべ、出てきた。今のはクソ間抜けだろ。今のはわかるでしょってな。こっちか？食塩が入ってる。給食のご飯にかけていたのだろう。あ、塩ご飯。なるほどね。こっちかな。ロッカーを背に、左っつうのは、俺から見て左？ここから、1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、あれ？今、カリカリってでもない。1、2、3、4、5、6、7。あ、で、右こっちか。1、2、3。ん？違うのか？な、俺の解釈が違うのか？ロッカーを背に積んは？これは？これは？こっちがロッカーを背に、左に。この子から見て左ってことかな。1、いや、行き過ぎたな。1、2、3、4、5、6、7。で、右に3。だから、1、2、3。あ、来た。あ、ドライバーだ。ここでドライバー手に入るんだ。うん、じゃあ、用務員室とか、ないんだ。行こう。じゃあ、鏡の裏に何か、あるのか？部屋があるのかな？それちょっと不気味だけどな。マジで？何のために？あるんだ。小部屋が続いている。え、鍵一つ？屋上の鍵。え、屋上の鍵？もう屋上行くのか？もう屋上行くのか？なんか、全部入ったっけ？このなんか、これまだなんか解いてないけどいいのかな？これ解いてないけど、ほら、これ。家庭科室入ってないけど俺いいのかな？
男子トイレ入りたくないって言ってたけど、他の階層だったら入れる？ん？なんか開けっぱなしになってる？あれ？扉が開いてる。あ、来た。F なんとかなんとか E。F なんとかなんとか E でしょ？で、確か R じゃなかったっけ？そうだね。F なんとか RE。F なんとか RE で、確か1って言ってたから、FIRE かな？ FIRE。FIRE。FIRE。開いた。めっちゃ燃えてる。すげえ燃えてるけど。もしかしてこの子が、あ、調理中に、やっちゃったってこと？ああ。開いちゃダメだった？もしかしてこのトラウマの扉。水をかけて早く早く消化して。油に水をかけたら爆発するというか、燃え広がるんじゃない？あー、やっちゃったね。消火器じゃないとダメ。燃えてる。火災報知器を鳴らさねば。そうだ、きっとこの子が、やっちゃったんだ。火災報知器って確か、あれない、上か。上じゃないな、下か。いや、上か？上か！いや、下か？あれ？あれ？火災報知器ってないの？あれ？なんか、下のさ、ところになかったっけ？あれ？火災報知器ってどれ？あ、これもしかして火災報知器？これホースが入ってるやつじゃないの？あ、火災報知器あるのか、上に。あ、ほー、俺クソバカじゃん。多分この子が、調理中にやっちゃったんじゃない？消火器が置かれていた場所。手を洗いましょう。無造作に転がっている。あ、これじゃない？佐藤ゆり部長。シュークリームを調理。シュー生地は少し硬くなったが、カスタードは滑らかにできた。活動時間をオーバーしたので、次は気をつけたい。来週はドーナツ。11月27日。サラダ油、小麦粉、卵、粉砂糖をリストに追加。12月4日。この日に燃えたのか？難しそうな書類が挟まっている？火災報告書。出火原因は調理部の生徒が家庭科室で実習中、天ぷら油が加熱されて出火したものである。なお、出火した油に火をかけて消火を試みたため、さらに炎が燃え上がったものと見られる。ああ、そうだね。油火災は砂とかなんだよな、多分あれ。この火災により3階東廊下側の4室が焼損。なお、女子生徒3名が軽傷。音楽室にて逃げ遅れた女子生徒1名が飛び降りにより死亡している。うわ。これじゃない？スウォーさんじゃない？多分。あ、音楽室も入れてなかったか、もしかして。賞味期限切れだって。佐藤ゆりだもんね。屋上の鍵あったけど、こっちに来てよかったな。音楽室前かよ。お、マジかよ。ごめんって。めっちゃホラーじゃん。
恨んでる？鍵が落ちてる。ピアノの鍵。なんか顔みたいになってるしな、違う。鍵盤にべっとりと赤いものが付着している。鍵穴は見当たらない。あれ？こっちか？あれ？鍵穴は見当たらない。鍵穴ないの？じゃあここじゃないってこと？パチパチ燃えてる音がするのと、呼吸音みたいな、ひょう、ひょうっと音がするのが、やだね、なんか。やだね、それ。もうないのかな？ここじゃないのかな？出ていいの？あ、出れるんだ。え？でももう他ピアノなんてないもんな。屋上に行っていいのか？屋上にピアノがあるのか？セーブしよう、とりあえず。ピアノ、ないもんな、鍵穴なんて。ね？もういいっすかね、ここ。あんまここ長居したくない。怖えんだよな。何もない。ってなると、ピアノなんて、あったかな？ないよね、ピアノの鍵盤の鍵なんて。鍵盤蓋に錠をするための鍵。屋上に行っていいのかな？屋上にさ、多分、この、周防風花さんだっけ？のなんか、いるんじゃない？そんで、鍵盤弾いてるとかじゃない？鍵盤じゃねえけど、ピアノ。それにかけるか。その時に鍵を使う。それにかけるか。鍵穴なかったもんな。だって、特に何もないもんね。自分の教室原点に帰ってみる？いや、何もねえな。探索ゲーム。行くか。屋上に。行ってみるか。行ってみるか。セーブしたしな。鍵盤の鍵は、あー来た！ピアノの鍵。あ、そんでこれあれじゃない？屋上には誰もいない。いつも聞いてたっていう椅子があるんじゃない？あれ。ただ一つピアノがポツンと置かれているだけだ。着いたよ、スオさん。わかってるんだ。あなたでしょ？私を屋上に呼んだのは、飛び降りたって言ってたもんね。多分、熱から、火から逃れるために。机に置かれたメモを読んだとき、あなたの字だってすぐにわかった。そうか、可愛らしい文字って書いてたもんな。許せないよね。だから私をここへ導いたんだよね。そうなのかな。私も自分のことが許せない。許せるわけがない。私の指導不足だったの。佐藤さんが直接の原因ではなかったのか。油を扱う危険性をあらかじめ部員に伝えておくべきだった。私の怠慢が火事を引き起こした。まあその後の消火活動にも問題があったもんね。でも消火器あったけどさ、消えなかったのってなんか辛いよね。消火器がなくて、こう、燃えちゃったってなったら消火器があればってなるのに、消火器ちゃんと使っても消えなかったっていうのがなんかさ、尽くせるってはなかったのかなって。部長としての字が足りなくて、そのせいで、大切なあなたが死んでしまった。あなたの将来を潰してしまった。こんな私に探索ゲームを考えてくれるなんて、あなたはどこまで優しいの？
べて幻覚かもしれないけれど、もう何でもいいんだ。あなたがいつでも弾けるように、鍵盤の蓋、開けとくね。え、あ、ちょ、あの、え、あれ？そう。これは違くない？なんか違うよ。ちょ、それはダメよ。死が償いになるかはわからない。けれど、死ぬ以外で責任を取る方法が思い浮かばないの。いや、違うと思うよ、俺は。あなたと同じ苦しみは、生きていても味わえないと思ったから。え？え？種が勝手に開いた？鍵盤の。ピアノの鍵盤が一人でに上下し、音楽を奏でている。どうして？これだって。どうして？いい。やべえ、泣きそう。
はい、というわけでですね、こちら無事にクリアすることができましたね。いいしか言えねえもんだって今俺。もうやべえ。いや、そうだよね。ね。ね。話すことなんかないよ。もう。最後、ピアノ、あて、座ってたじゃん。あれが、素晴らしい。本当にありがとうございました。マジで面白い。ねえ、少しずつこう、何が起きたのかも分かっていきながらさ、うわ、切ねえけど、なんだ。ねえ、もう、喋ることなんかない、ないですもん、ほんと。これは喋らない方がいいやつだもん、ね。ジーンっていうこの、余韻を楽しみて。というわけで、はい、こちら無事にクリアすることができました。ああ、やべえ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。それじゃあまた次回別の、動画でお会いしましょう。やべえなぁ、もう。ね。ねしか言えないもん。じゃあね、バイバイ。